さあスイッチが入りました。両方とも順調にまずはまっすぐ前に進みます。あおっと早くも渡辺さん、ちょっと段差に足を取られたか、小さな段差に足を取られたらしく倒れてしまいましたが、ここから起き上がれれば大丈夫です。起き上がれれば大丈夫なんです。しかし後ろにちょっと進んでますね。起き上がれないですね。今倒れてることを感知できてないですか渡辺さん。これは今起き上がりそう。なんか落ちそうだけど、持ちこたえた。大丈夫、センサーが倒れてることをうまく感知できてない。さあその一方で菊間さん、今回はだいぶ順調な感じが。そうですね、このまま転ばないで触れればゴールできると思ってます。はい、今相当ドキドキしてるじゃないですか。危なくなったら取っちゃってもいいですよ。ちょっともうしょうがないですから。いいんじゃないかなと。はい、もう取った方がいいでしょう。菊間さんはもしかしたら、初めての事実グラスのゴール者になるかもしれませんが、おっと残念ながら渡辺さん今回ちょっと溝にはまってしまったということで、ここでリタイアですね。渡辺さんは今回参考記録ほんの数センチなんですが、そして引き輪さんのロゴが、いや今まず引き輪さんが手をこうすり合わせてますが、祈るような気持ち。はい、お願いします。熊次郎君も、そうなんです、まだこの歴史上自立クラスで、ゴールインした魔の湯はいません。これは今方向見てるんですか、はい、それとも方向見てるんですか。あ、そして今ゴールショーですよ、ゴールショーですよ。今歴史的な瞬間が目の前に迫ってますが、そのゴールの前でなんでこんなに待たせるのか。素晴らしい。1分39秒で見事自立クラスで歴史上初めてのゴールです。おめでとうございます。いや、びっくり、恐れ入りました。恐れ入りました。はい、恐れ入りました。実は引間さんですね、はい、近藤さんのやってる、皆さんのね、先ほどサッカーやった時も紹介あったと思うんですけれども、ロボスポットというですね、サッカーフィールドを常設しているロボットの皆さんの集まる施設の講師もやってるんですね。さすがですね、私、実は本当に断言しちゃったんですけど、ゴールはいない。本当恐れ入りました。本当に恐れ入りました。でも専門家でもこう思わずこう頭を下げる大偉業なわけですね。高橋さん、これやっぱすごいことなんですか。そうですね、こうやってね、今自立クラス無線クラスに比べてだいぶ時間かかってるんですけども、あっという間にこうどんどん進歩していってですね、こうセンサーを使ってこう下手くそな人間の操縦よりも断然早く駆け抜けるような、ね、自立クラスの方が、タイムが出るようになってくるんじゃないかなという期待を持たせますね。はい、ということなんですが、しかし偉業達成しました。菊間さん、今のお気持ちを一言。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございました。ということで、おめでとうございます。